AJ ユナイテッドアルティメットチーム3人ランダムで入れ替えてガチバトル。今回はアルティメットチーム、自分が好きなように移籍させたりね、獲得したりして作っていくモードなんですけども、はい、そちらのモードの中にスワップモードという、今まで育ってきたチームを3人ランダムで入れ替えて対戦すると、1回だけのレンタル移籍みたいな感じ でそれを組み込んでバトルするっていう、モードがありまして、これがめちゃくちゃ面白いので今回やっていきたいと思います。やる方法なんですけども、プレイのとこからアルティメットチーム選択します。フレンドリー、オンラインでもできるんですけども、フレンドと対戦したいので、ちょっと樹海さんと今から対戦します。 FC 樹海 A ジャパンもう対戦画面出てきました。クラシックマッチとか、まあ、こう特殊な試合なんですけども、この中にスワップスモードっていうのがあります。はい、試合開始前にランダムに選ばれた3人の選手、対戦相手と交換します。はいはいはい、交換された選手でゴールを決めると2点入る。なるほど。というモードがあるんですよ。はいはいはい。でこれで今から樹海さんと戦っていこうかなと。お、来た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 。もちろんこれでいい。清水ですよ。え、おお、うわ、いや、いいじゃん。はい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 。だからそのポジションのところにそのまま配置されるんだ。ダビちゃん来たぜ。ルカストレイラも来た。さあ行きましょう。行きましょうか。なんか違和感あるんだよな。はい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 。いやだからダビちゃんのヘディング一発あるよこれ。いやマジヘディングするからね。え、ちょっと待って。おい、樹海チームから入ってきた選手だ。決めてやるぜ。あ、これ危ねえや。お、ナイス。あー、一人になっちゃった。うわー、やっちまった。樹海チームから来た人でイエローカード取ってしまった。マジかよ、ルガーニ。オーケー。うわー、もう一回。いやー、もうナイキーペリン。オッケー、来た。オッケー。いやー、一回パス回しに転じる。うわぁ、危ねぇ。もう一丁。まだいるか。いやぁ、来た。よし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 。ジルー。危ねぇ、とりあえず2点じゃないのか。よかった。確かに。いたからね。これで2点いかれたらマジでやばい。とりあえず助かったけど、ただ1点取らないとな。ドリブルで果敢に攻め込みます。サポートを抑え。パスコーレ、オリビエ・ジルー。うわぁ、あぁ、あ、終わったか。前半終了。ゼロや。え、1じゃない。あ、1か。うわぁ、このまま行くか。そうだね。後半はどのような試合になるでしょうか。コスター、上げてみるか。クリバリー。あ、クリバリの恐怖。よし。あ、くそ。さあ、攻め込んでこぜ。こっから。お、エッジ。サイドのスペースを使います。サポートを使うか。エジルがボールを運ぶ。綺麗なタックルです。うわぁ、オッケー。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。いや、もう一点いきてぇな。ハビエル・パストール、ジェイミー・バーディー、チャンス。あ、オッケー。ジルー。うわー、ジルー2点目か。ナイスナイスナイス。
るとは思いません。この距離では外さないでしょうしね。よしよく。ヘンダーソン、ドリブルで持ち込んでいます。狙う。惜しい。ナイス。まだ。パストーレ。パストーレで決めれば2点か。確かに。うわ、惜しい。危ねえ。よし。オッケー、いいぞ、ゴー。くそー、あーマジか。おお、気づけば。よし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 。うわー、もう90分経ったんだ。ナイス、17本。うわー、いかれたわー。ちょっともう一回やります。じゃあ次俺アウェーでいくわ。はいはいはい、ホームアンダーウェー形式ね。うわ、レアルじゃん。リアルサードカラー。そう、サードユニフォームがホームカラー。さあ誰が変わるんだろう。もうここら辺で来るでしょ。うわー、マジで。はい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 。おい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 、ちょっと待って、ベジェリー先輩来た。マジかよ。あ、ザンパコッソ行っちゃった。パストーレ誰だ。はい、行きましょう。ザンパコッソ行ったわ。今日はノーマルな442のフォーメーションです。ツートップの選手。ほら、空いてるぞ。いやー、マジで。パローロ決めたいぞ君で。おい、よし、直接でしょ。そして2点獲得。おい、うちのチームメイトを壁にするんじゃないよ。うわー、怖えな。あー、パワーあるね。うわー、おー、ナイキー。ナイス。いやマリオ・ルイ、クロスを中央に入れた。ゴール前。いやカット。あー、マジで。ナイスナイス、いけ。ジェイミー・バーディ、いける。いやラウタロ・マルティネス。あ、食べない。危ねえ危ねえ危ねえ。あ、あー、コーナーだ。またオーケー。このシュートはよしよしよし。オーケー。マルコ・パローロ、ジェイミー・バーディ、ゴールチャンス。あー、カット、2点決めて。よしよしよし、いいんじゃない。オッケー、上がれ上がれ、上がらせろビープス。いいねいいね。うわあ、オッケー、まだ。おいおいおい。うわあ、惜しい。あぶねえ。あ、これはやったか。うわあ、入んねえか。いやあ、前半終わったか。疲れはないけど全然決めれてない。こっからね、疲労も出てきますんで。さあビープス頑張れよ。2点だぞ君たちは。あ、ボールは相手に渡ります。見事なパスですね。やばいじゃん。ナイス、ジルー。またジルーかよ。お、結構枚数いるぞ。やべ、超枚数いいじゃん。頼む。よし。あー、真っ赤っかじゃん。やばいやばいやばい。おいおい、よし、止めらんねー。ナイスナイス。今完全にスルーしてちゃった。ただビプス組で入れたいんだよな。そうやな、ビプスで決めればまだ同点あるもんな、これ。そうだよ、一回決めればもう追いつくよ。ビープス上がってこい。いや、いける。いやー、キーパーナイス。いや、ペリン2点分。これをやるね、キーパー。あー、いやー、取られちゃうか。うわ、うわ、2点決めたかったよ。
いや、フレンドマッチでもコインがもらえるのはありがたい。こちらスワップスモード、自分が使ってる選手が相手のチームに行くんですけども、このアルティメットチーム、自分の好きなチームを作る、うん、まあ、モードなんですけども、そちらでめちゃくちゃいい選手が獲得できるチャンスが皆さんにございます。それが、この説明欄に載ってるリンクから飛んでもらって、フットユナイテッド、こちらのサイトをまず開いてください、うん。まあ、ログインしてもらうと、まあ、キャプテンに会うってとこ一回行ってもらって、僕に会ってください。それで一回ちょっと戻ります。貴重なあれですか。そうです、ね、貴重な写真なんで。まだあのマスク時代の A さんの写真が見れるんでね。その前になんで更新してねえんだっていう話ですけどね。確かに。まず、ここ参加をします。で、何がもらえるのかと、91、まあ、単純に選手がもらえる、めちゃくちゃ強い選手がもらえるんだけど、うん、商品の方があなたのフットスカットに危険なアルティメット、スクリーム選手を加えましょう。危険って感じ。まあ、23人いると思うんだけど、その中からランダムで1人チームもらえます。まあ、その応募方法がこのチャレンジに書いてある通り、まあ、一番簡単なのがツイッターなので、ツイッターで応募していただけるのが、楽かなと思います。で、エントリー期間は、まあ、日本時間の12月2日午後9時59分まで、まあ、ツイッターの場合ね、ここボンって押すじゃないですか。そうするとここにもう出てくるんですよね。こちらに対してリプライを返すか、それとも引用リツイートして、投稿するという形になるんですけども、フットフレンドリーのスワップスで最も思い出に残った瞬間を投稿ということで、まあ、例えば僕だったら、樹海のザッパコスター大活躍してくれてありがとう。いや、俺はもうあれだよ、2試合通してジルーに3点決められたってまあ、それもね、思い出に残った瞬間だと思いますので、そういうね、文章を投稿します、うん。で、その際にハッシュタグフット JP、 そしてハッシュタグ EA コンテストのハッシュタグを絶対につけます。で、この申し込みは各地域のフットキャプテンによってレビューされますということで、前もって言っときますが、樹海からのツイートに関しては不採用とさせていただきます。待てよ、まあ、本格的にアルティメットチームをやり始めたのは本当に2020なんですよ。完全無課金でやってもこのぐらいのチームは全然作れました。で、しかも空いてる時間でやってるぐらいだから、パック開封も普通にイベントこなしていけば引けるし、この FIFA のいいところはこうオークションシステムで、あの選手買えるんですよ。だからダビド・ルイスも買ったし、あ、そこ、クリバリも買いました。クリバリ、ね、クリバリこれ買ったんだ。そう。で、ノイヤーはガチャで奇跡的に出ました。それすごい。あ、で、ムニアインも最近取ったばっかなんですよ、はいはいはい、これもガチャで取ったんですけど、週間最優秀選手の一人です、うん。で、ジルーね、ジルー実は僕もう一人いるんですけど、あのチャンピオンズリーグの方をあえて購入しました。めちゃくちゃ楽しいんですよね、これ今やってて、うんうんうん、1回にもなんか強そうなのいっぱいいるもんな。ジンジェイコもいますし、あ、本当だ、ケータで、またバイリーで、ストーンズは最近出たんですよ、まあ、レノ、マティッチ、バチュアイで、アルビオル、そして監督がもうペップです。こんな感じでね、全て無課金でできますんで、はい、皆さんもぜひね、遊んでみてください。よろしくお願いします、はい。まあ、FIFA の詳細の方は概要欄にもありますし、まあ、気になった方はね、チェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。